シリーズの不思議な実験キットプチ研究シリーズということで、柔らかいプニオボール、柔らかいプニオボールをやっていきます。はい、実はですね、ここにちょっと実験の素材はできてます。はい、まずね、このペットボトルの中に入っているものについての解説をいきます。はい、こちらはですね、ちっちゃいね、吸水ビーズって言われるものをね、このペットボトルの中に入れて、実はね、水をね、入れて、2時間ぐらい放置してたんですね。そしたらね、こんなにね、大きく膨らんできました。最初すごいちっちゃかったです。でもこんなに大きく膨らんできてます。はい。でですね、これ、吸水ビーズは何でできてるかっていうと、てか、吸水ビーズはどうして膨らんだんだろうっていうと、ね、最初すごいちっちゃかったのがこんな膨らんだんですね。どうして膨らんだのかっていうと、吸水ポリマーと呼ばれる、おむつなどで使われている水をたくさん吸い込む素材でできているからです。はい。吸水ビーズはですね、吸水性ポリマーと呼ばれるおむつなどに使われている水をたくさん吸い込む素材でできているからです。この吸水性ポリマーをものすごく拡大してみるとですね、網目のように分子、が連なっているそうです。この網目には水に触れると電気を帯びる性質があり、また水は電気に引き寄せる性質があるため、水をぐんぐん引き寄せます。そうなんですね。電気を帯びる性質を使ってね、水をぐんぐん引き寄せるそうです。全然知らなかったですね。やがて、吸水性ポリマーは目いっぱい水を、ね、吸い、膨らんでいきます。ということでね、こんなに膨らんじゃったんですね。50倍ぐらい膨らんでますね。こんな、最初ちっちゃかったんですよ、すごく。ね。で、乾燥していた時の重さ、乾燥して、ものを買ったんですね。そして、膨らんだら50倍以上ね、水を吸うそうです。この吸水性ポリマーに取り込まれた水はね、これまたね、蒸発したら、ちっちゃいね、ビーズに戻るそうです。はい。はい。いいでしょうか。この中身のビーズについて説明しますね。もう一度、乾燥している吸水性ポリマーが最初あったわけですね。それに、このペットボトルの中に、ね、水に2時間ぐらいつけてると水を吸ってね、大きく膨らんだこの吸水性ポリマーになりました。はい。ってことでね、これをね、この風船をね、こう口のところにつけています。はい。ってことでね、ちょっとこのプニボールっていうのを作っていく。はい、こんな感じで風船の中に入れていきます。入っていきますね。はい、風船の中にほとんど全部カラーが入っていきます。はい、そしてこれね、こう抜きますね。ほい、空気をちょっと抜いていきます。はい、こんな感じでね、はい、プニプニボールの出来上がり。柔らかいプニプニボール、まあ、ここ、まあ、絞るべきだけど、ちょっと絞ると、私不器用なんで、時間かかるんでね。はい、プニプニボールです。ってことで、まあ、こんな感じでこの辺ぐらいにつけますね。はい、ほら、すごいね、綺麗ですよね。この、膨らんだ、水でね、膨らんだビーズが。うん、はい。吸水性ポリマーでできた、吸水ビーズの不思議ってことが、なんですね。これ言いたいのは。はい、こんな感じです。はい。はい、ではでは、こんな感じで、ね、遊びました。